ランバーグバックランド反応は有機化学における人命反応の一つ。アルファーマイナスくらいの一方にハロゲン原子を持つ脂肪属する本に塩基を作用させると二酸化用を放出しながらアルケンに変わる反応。1940年スウェーデンの科学者エルランバーグと B バックランドによって報告された。反応機構ではまずハロゲンを持たない方のアルファマイナス以のプロトンが 塩基に引き抜かれて、カルバニオンが発生した時に、もう一方のアルファマイナイへ、嗅覚的に攻撃して、ハロゲン化物イオンを放出しながら酸飲換する本が、生成する。この中間体は、不安定で、SO2 を有利させながら、アルケンへ変わる。通常は、シス体とトランス体の混合物が得られる。ランバーグ、L バクランド、BR キブケミ、ミンラット、GL。 1940-13A-50 創設パケット LAORG リアクト1977-25-1から71実施例、ブロック E アスラム M オーガニックシンソシスコールボリューム 8P212 ボリューム 65P90 オンライン版ありがとうございます